どうも皆さん、こんにちは。東京 NTT スタッフの野島と代表の西江でございます。前のおきによろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回は今週末に開催される東京 NTT アートショー2024スプリングの告知動画となっております。はい、もう皆さんご存知、マジック・ザ・ギャザリング、30年の、ね、歴史を誇る非常に長いトレーディングカードゲームなんですけれども、そんなマジックで使用されている原画を展示するイベントを去年もね、開催させていただいたんですけれども、そうですね、今回もその原画のオーナー様、素敵なオーナー様のご協力によってこのイベントが成り立っております。本当にありがとうございます。こちらのアート原画なんですけども、まあ、あまり馴染みのない方もいらっしゃるんじゃないかと思いますが、もう原画という名がねありまして、それもちろん世界に1枚しかない、そんな素敵な、そして貴重な作品となっております。マジックはカードを作るときにですね、基本的にアーティストの先生が絵を描いて、それをスキャンをねしてカードに印刷されるという風な流れとなっています。まあ、最近はアナログとデジタル、まあ、両方ともあるんですけども、今回は先生が直接アナログで仕上げられた原画の展示となっておりますので、もうより貴重な展示会となっております。そして何といっても今回の主役はこのエムラクール、マジックを代表するボスキャラの一体で、人気も高いキャラクターのアナログでの原画が東京 NTT にやってきております。元々のオリジナルのエムラクールの原画を東京 NTT が4年前ぐらいに他社さんとのコラボ動画で探してますみたいな話をしてたんですけども、本当にもう見つからなくてですね。で、しかもエルドラージってなかなか原画がないんですよね、シリーズ的に。で仕上げられてるのが有名なんですよね。なので、今回本当にエルドラージ、そして、まあ、その中でも本当にトップクラスの人気を誇る、このエムラクールの原画が見れるのは、マジでガチで貴重です。はい、なんでこの3日間終わったら次本当いつ見れるか分かんないんで、いや本当に来ていただきたいなというふうに思っております。でさらにアーティスト先生ですよね。そうです。はい、しかもこのアートを手掛けられているのが、もう本当にマジック、まあ、黎明期から、特にね土地のアートでよく知られているジョン・エイボン先生というね、すごいことですよこれは。マジックのアートあんま知らない人でも、うん、マジックの画家さん、アーティストの先生の中ではもう知ってる人めちゃめちゃ多い先生だなって。いやもうダントツトップクラスでしょうね。まあ描いてる量も多いですからね。そうですね、非常に長く今でもね活動されている先生のポイントかなと思います。このエムラクールはシークレットレイヤーというね特殊なセットに収録されておりまして、ジョン・エイボン先生が描きたいものを選んで描けるっていう時に手掛けられたアイテムなんですよね。まあ、なのでエムラクールも、特徴的かつ先生の描きたい、もう長年の経験が積み重なった土地の部分にも注目して見ていただきたいですね。原画を見ることでよりマジックのアートをですね楽しむきっかけにもなりますし、先生の素敵な、そしてもう匠の技をですね直に感じることができると思いますので、ぜひこの機会に東京 NTT の秋葉原店舗でこの素敵なアートをお楽しみいただければなというふうに思います。今回の東京 NTT アートショー2024スプリング、開催期間は3月の22日から24日まで3日間となっております。当日は東京 NTT 秋葉原店舗の3階プレイスペースが会場になっておりまして、会場では特別な物販商品もご用意して皆様をお待ちしております。そして今回新しい取り組みとしまして、22歳以下入場無料とさせていただいております。会場時間や入場料などの詳細についてはフライヤーをご覧いただければと思います。もちろんこの素敵なエムラクールの原画だけでなく、あの有名なマーク・プール先生のシティ・オブ・グラスだったり、他にも素敵なアート原画をですね展示させていただきますので、ぜひ3月22日からの3日間ですね、ぜひ秋葉原店舗にてマジックのアートを最大限お楽しみいただければというふうに思います。動画をご視聴いただきありがとうございました。当日秋葉原店舗で皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。お待ちしてます。